ジョージ・エドワード・ムーアは、イギリスの哲学者、ロンドン生まれ、ケンブリッジ大学で哲学の教授を務めた。ラッセル、ウィトゲンシュタイン、フレーゲラと共に、今日の英語圏の哲学会で主流を占める、分析哲学の礎を築いたとされる哲学者の一人。主張は、倫理学における、自然主義的語尾を批判した、倫理学原理プリンキッピアエチカ。倫理学においては、ムーアは、 自然主義的語尾の概念や未決問題の議論を提案してメタ倫理学という分野の基礎を築いたこと、メタ倫理学における直感主義という立場を提案したこと、規範倫理学においては理想主義的合理主義と呼ばれる立場を提案したことで知られる。直感主義とは直感という能力によって何が善かを把握できるという立場。 善についての判断は善についての事実判断であり、認知主義の一種である。理想主義的功理主義とは、秘訣主義の一種ではあるが、それまでの功理主義のように快楽を最大にするのを、目的にするのではなく、直感によって善であると把握される、様々なものを、行為の目標とする立場。言語哲学においてはムーアは、ムーアのパラドックスで知られる。ムーアのパラドックスとは、外で、 雨が降っており、かつ、私は、外で、雨が降っているとは思っていないというタイプの言明が、非常に馬鹿げているというものである。認識論においては、世界の実在に関する、常識的実在論の立場を取ったことで知られる。1939年の、外的世界の証明と題する論文でムーアは、ここに手があると言いながら手を挙げることで手の存在の、証明には十分であると主張した。 ありがとうございます。